えっとね、その、もし、幕府の、つまり、多治見西浦のじいさんの投稿しか、コメント見て、気分悪く感じるとしたら、それは、幕府のじいさん、すなわち多治見西浦も、気分悪く感じてるわけ、自分のコメントに。じゃあ、なんでそれを書くのか、自分でも気分悪いの。それは、助けてくださいって SOS。 つまり痛い、苦しい、気分悪い、吐きそうって感じで書いてるわけ。だからあんだけ必要に書く。つまり先生助けてくださいって言うの。ところがうち金かかるやろ。しかもインスタグラムっていうのは商用ツールでもあんねんな。SNS としては珍しく。一般商用ツール。Facebook やったら商用は、改めて別のページっていうのを設定してくださいよって Facebook では決まってるけど、Instagram は普通の一般アカウントが商用的なツールでもある。だから、うちでなんか言ったらそれ金かかる。すなわち、依頼なんやもん。依頼主になってしまう。パクがある。うちに対する。つまり、多治見西浦が、うちに対する。しかも、その値段を恐れてるから。だから、値段に関する。うちの投稿見たら面白いで、彼の振る舞い。もう、精神病丸出しになってると思うけどな、コメントになる。読んだらわかる。書いてあるから、精神病丸出し。で、結局な。そういったことに、彼は非常に敏感。だから、これのことに関して、いろんな反応をしてくると思う。ここ彼の生命線、彼の戦略値。彼が戦争に近く言うんだって言ったら、ここ言われたくないから。兵坦っていう、うちの使った用語で、ずっとしたって、なんだかって、絶対言われたくないの、彼は。何も兵坦じゃない。彼は兵坦が知らんの、おばちゃん。実は。でも、戦略値。この言葉が彼は怖い。そこ取られたら終わりだから必死になってる。そこ失ったらもう終わりだみたいな。それ平坦に、同時に抗議の平坦に実は戦略地って。意外かな。軍団にとっては戦略地も平坦に。それは将棋とかいろいろそう。そこ取られたら終わりってところは、その後の経済に影響する。経済って、実は、将棋も言うも経済ゲームがあるでしょ。案外、特に世の中そうかな。明らかに経済ゲームでしょ。陣取りなすって経済ゲームなんですよ。で、そこ取られたら、収入がガフンと減るわけだと言われたらね。で、それ戦略値。じゃやっぱ平坦じゃない。平坦イコール戦略値。これ書いたら、まあ、どう答えるかな。ちょっと今あいつ逃げてるやろけど、後からつい最近うちのが書かれてあって、そしてすかさずそれは違うぞって言ったっていうようなことを粉飾しながら書こうと試みるだろうから、それどういうか、彼の意図は成功してるか、つまり善良なフォロワーに対してオツジは間違いだっていうのをアピールするための毎日投稿に強く意地書いてるの言ってた。本当だ。毎度おなじみパクでございました。おつじちゃーんよ。で、さらには、うちが返事しなくなったら寂しないよ。寒ないよ。ほんで、うちの全投稿せいやとか言って、やったーとか、あばを制服したとか言って、そういう気持ち、気性なんやろ。女にとっては、うえって感じるような男のやり方。男はそんな男みたいな。あほや。そんなの制服なわけないけど、ガキかよ。心配長いんか知らないやろ。っていうような感じの。笑われ方、パクはするだけ。パクは笑われ人生やったから、多治見西浦は。自分は笑った。笑いたい。ほんで、ロールプレイング支配ツールにしたいの。支配したことないからや。そういう病気。多く書いているわけになった。まあ、昔は心の病気って文学的な比喩だった。今は医療用語になって、
ほら、病気っていうのは仏教用語。だから、これ大いに使ってええねんって言ってた。医療の方が間違ってん。仏教用語や文学用語を流用するからか。そういうのやめてくれって言った。医療は機能不全って言葉だけ使えって言った。それも連中使う。で、その時具体的に変えたらええねん、医療の方は。具体的にどこそこの医療不全って書いたら、それだけが診断でいいのに。それだけが医療用語、医療行為でええねん。診断の方においてはね。欲張りすぎやねん、むしろ医療の方が、ね。そういった説明した患者さんが、心底理解できるでしょう。心底理解できんでええねん、別に。医療用語なんて。ね。だから、心底理解できるような医療っぽい用語は、それはもう医療じゃないから、そんなのな。文化、宗教の世界な。でしょ。法律も別に心底理解できんでええねん。そこはもう文化、宗教の世界なんですよ。哲学の世界なんですよ。美学の世界なんですよ。心底は。でしょ？そういったものをあなた方人類っていう、もちろん人類だけどね。あなた方混乱して混同してるんじゃない？そこをパクに悪用されてる。乗っ取られてるそのパクみたいな思考回路に意識にされてる。わかるでしょ？じゃあ例えば医療が意識にされてるって情報が使えたらどうする？ドキッとするやろ。でもそういう表現取り捨てると思ったのかしら。な。あ、ちょっと、目についちゃった。目汚れてますね。普通は医者が来んの。医者以外にいた。お前目汚れてるぞ。おかしいやろ。同じ言葉やな。でも言い方が違う。じゃあ女性に、普通の OL に。部長、目が汚れてますねって言われた。汚れてんわって。言い返す部長がおんちゃう。たとえ目についててもな。ご覧になさい。さて、結局、そのパックが出没した投稿は、いつもうちにいいねしてくれてた人たちがいいねしにくくなってる。つまり、パックが出て現れたら気持ち悪いな。そのだから、パックが来る店なんて嫌あるて。嫌あるよ、その日は。パックが来てる日は。気分悪いから。だから、うちはそのね、インスタグラムは本当にサービスとして使ってる。政治サービス。ね。まあ、飲食的な内容もそう。提案やから、ね、皆さんに対して。政治的と思ってやってるし、個人ブログ。政治的な個人ブログ、ね。商売でやってるんですよ。別に請求せんやん。ただやから請求せんといいやん、通じなんて。SNS の基本ね。でも、広告宣伝も打てる。そういう、あれやんね。SNS ね、インスタグラムっていうのね。じゃあ、Facebook どうでしたかっていうと、広告宣伝を打とうと思ったら、ページっていうのは別に作らなかった。インスタグラムはページ作らんでも、一般アカウントから広告いきなり打てるやんか。ん？それが、まあ、Facebook 系ページとかを経由せなあかんやんか。でも、それでもインスタグラムっていうところから見たら、広告を打てるツールってことは商用ツールなの。YouTube も、広告って感じで、昔は企業広告のアフィリエイトみたいな感じだったけど、最近は自分の動画を広告できる、宣伝できる。何か。じゃあ YouTube も広告、商用ツール。だからそれに対する、ああいう必要な攻撃は実は、威力営業妨害に相当するんだよね。これ別に被害届出しても、ええような場合には、ええような出来事やねん。で、それでだから、そう、だから、うちの投稿を妨害するっていうのは、パックは成功してんねん。で、その妨害のやり方っていうのは、うちから善良なフォロワーを守る。うちのフォロワーをうちから守ると。で、パックがうちの投稿に対してコメントした投稿から、ほんまにうちの善良なフォロワーが逃げねえ。うわぁ、パックや、うわぁって。やっぱりそうやんか。うまくいってるやんか。その通りなんだよ、と思うな、取りたんだよ。トリってそれだけのメリットです。メリットは、メンタル。気に入らんとこ、うわ、ちょっとちょっとちょっと攻撃して、みんなわーって逃げていって、勝ったーとかやるように。戦場に残ったって言うやんか。はぁ？うちの投稿ですけど、いや、だから残ったって。うちがおるやんかって。そういうのが分かれへんねん、そういう自他の関係がね。で、時々それで気持ち悪いから、
ついにお前は俺に征服されたとか言うんだ。人の投稿でな。で、自分の母投稿したらええ。あんた領土ないでって。言われたら、うん、寄生虫だからって。サクッと言わへんやろ、そこ。寄生虫専門ですから、サクッと言わへんやろ。な。で、それが気持ち悪いで気がついてないの。バクっていう人はね。なんかそれは本当にもう、精神分析の世界じゃから。犯罪になったら、即精神分析に回されるからね。そのタイプはね。もちろん犯罪構成してるよ、すでに、完全に。警察自体この犯罪を構成してますねって言うんだよな、多分。言ってみるか、面白いかもしれない。じゃあ、まあ、スマホが鳴ったから、まあ、見せようかな、警察。どう思いますよって相談に行ってみるね。みんなのためにそれやってくるけど、全力のフォロワーのために、パクみたいなコメントが、法律違反がどうか、すでに、今この時点で。聞いといた方がいいよ。役立つやろ、全力のフォロワーにとって。まあ、そんな気がするのかな。